あるア,アマール、もしくはホープは、アラブ首長国連邦の火星探査機、ホーププローブと表現されることもある。UAE 構成国の一つ、ドバイ首長国の政府宇宙機関である、MBRSC が、UAE の建国50周年を記念し2021年の火星到達を目指して、計画、開発を行い、2020年7月に打ち上げられた。ミッション全体の名称は、 エミレーツ・マーズ・ミッションと表現される。日本時間の2020年7月20日に、日本の種子島宇宙センターから、HEA、ER、ロケット42号機で打ち上げられ、2021年2月9日に、火星周回軌道に入った。探査機を火星周回軌道へ投入することに成功したのは、米国、ソ連、欧州、インドに次いで5番目で、中東、アラブ諸国では、 初の異行となる。ホープは5月には火星の周回軌道上からの観測を開始し、気象、大気三逸、個体についての火星総合探査を予定するとなっている。特に火星大気の本格的な観測は初となる。火星がなぜ死の惑星になったのかという長年の謎の救命に挑む。重量1.5トンのアルミニウムハニカム構造の六角中上をしていて、 探査機としては、比較的オーソドックスな600ワットの発電出力の3枚の展開式太陽電池パドルを装備する。気を照らわずに堅実に手堅くまとめた仕様であると言える。推進機は、水力120ニュートンのスラスターを4機から6機、搭載する予定で上調性を確保する狙いがあると、想定される。搭載される観測装置は日本がかつて火星探査に、 挑んだ望みでは5 0 0ラムの機体に14台の観測機器を搭載していたのとは対照的に3台に絞り込んでいる注釈出典。展。ありがとうございます。